ねえキリト、私あんたにちゃんとお礼言ってなかったわ。お礼？何の？私がこの世界に来た時、あんたに保護してもらえなかったら、私とっくに死んでたかもしれない。それを言ったら俺たちだってシノンに出会わなかったらゲームをクリアできてなかったかもしれないぞ。逆でしょ。私なんていない方がスムーズに進んでた気がするけど。 You weren't holding us back。 いや、シノンは自分では分かっていないかもしれないけど、遠距離攻撃は SAO では革新的だったんだ。シノンがいなかったら危なかった場面は何度もあったよ。気を使ってくれてるにしても、そう言ってもらえると気が楽になる。でもやっぱり使い物になるまではあんたに何度も迷惑かけちゃったけど。あんなのは迷惑のうちに入らないよ。シノンは知らないかもしれないけど、 SAO に閉じ込められたことが分かった時は俺たち全員がひどい精神状態にあった。泣く者、わめく者、どうにかしてログアウトしようと試みる者、裏切り者は後を絶たず、自殺者やあのアスナだってすごい頑固で経験値稼ぎの鬼みたいになってたことあったんだぜ。そうなんだ。それに比べたらシノンなんて歴戦の勇者みたいに落ち着き払ってた。褒められてるのか微妙な表現ね。 No, it is, it is。もちろん褒めてるよ。あそこでシノンに取り乱されたら俺たちとしてもどうしようもなかった。そっか。でもそれはあんたのおかげかも。俺の？言ってくれたじゃない、俺が守るからって。ああ、まあな。最初に言われた時はその言葉を信じたわけじゃなかったけど、それでもちょっとは安心できた。そう言ってくれる人が一人でもいるんだって。信じてなかったのか。最初はね。で、一人で飛び出してモンスターに襲われた時も、ダンジョンのトラップに引っかかった時も、いつもキリトは来てくれた。奇跡みたいって思ってたんだから。I was just following the event list。 あの時は必死だったからな。ありがとう。今の私がいるのは本当にあんたのおかげよ。ねえキリト、あんたちゃんと私の本当の名前を覚えてる？ Nope, not at all。覚えてるよ、浅田シノ。よかった。私に会いに来る時に必要でしょ。現実世界でも私を守ってくれるって約束忘れないでよね。ああ、忘れない。真っ先に会いに行くよ。うん、待ってる。少しの間さよならだね。やっと一息つけるな。She really does look better with glasses, to be honest. 悪いわね、買い物に付き合ってもらっちゃって。向こうのキリトの調子で誘っちゃったけど、よくよく考えたらこっちのキリトは肉体的に辛い状況なのよね。いや、この程度はいいリハビリ代わりだよ。シノンこそ体は平気なのか？私は2年間も寝てたわけじゃないから。それじゃ、ここは私のおごり。甘いもの食べて早くお肉をつけなさい。俺が必要なのは筋肉であって脂肪じゃないんだけどな。 Yeah, but you still need the raw materials to actually make muscle。 それはさておき、シノンと喫茶店に来るなんてゲームの中だけだと思っていたけど、あの時現実の喫茶店でもお茶してみたいって言わなかったっけ？いや、冗談か何かかと。まああの時は確かに冗談だったかもね。
あのね、キリト。ん？現実世界に戻ったら、キリトに聞いてほしかったことがあるの。Oh, is she gonna explain what happened in her past? Finally. 私の忘れてしまいたい。でも、忘れられない過去の話。私のずっと抱えてきた傷。多分、私の罪。シノ、それは。ここで話すのはマナー違反じゃないでしょ。Oh, I expected to say more there. There seemed like a lot more to be said. それにキリトには聞いてほしい。他の誰にも言えなかったことだけど。キリト。私。ごめん。話そうって決めてきたのに、いざとなるとなかなか勇気が出なくて。Just tell him. わかるよ。俺にもあるから。誰にも言えない自分だけでずっと抱えてきたことが。Is this about Sachi? それはもしかするとシノンのものと似ているのかもな。私もそんな気がする。無事でいてくれてよかったって言ったあの時のキリトの顔を見て思った。きっとキリトも同じなんだって。消せない忘れられない過去があって、ずっとそれと戦っているんだなって。もしそうならこれからは一緒に戦わないか。一緒に？あ、お互いの問題は一人だと解決できないかもしれないけど、それでも俺とシノ二人で立ち向かえばいつか乗り越えられる気がする。シノには絶対に守ってやるなんてかっこいいこと言ったけど。キリトの手あったかい。私はこのキリトのぬくもりだけで十分過去に立ち向かえる。キリト。シノ。でもこれからはただ守ってもらうだけじゃなく、二人で一緒に。ああ、それはあの鉄の城で剣を振るうよりはるかに困難な戦いかもしれないけれど、それでもシノンと君と一緒ならいつかきっと。